ザ・デイリー・ドラッカー、ドラッカー365の金言。10月11日、正しい問題提起の条件。すべてを包含しなければ、正しい問題提起とは言えない。正しい問題提起を行うには、どうすればよいか。そもそも、何についての問題か、何が正しいか、何が大事かを考えることである。何も新しいことではない。しかし、正しい問題提起には不可欠である。問題はあらゆる角度から見なければならない。必ず事実と照らし合わせなければならない。すべてを包含しなければ、正しい問題提起とは言えない。だが、ひとたび正しい問題提起を得るならば、解決は容易である。アクションポイント。あなたの組織で間違った問題提起の実例を挙げてください。正しい問題提起を行うには、どうすればよかったと思いますか？